どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、ですね、今回の動画はですね、いつもシリーズでやっている動画のまあ続きなんですけれども、この動画知ってますか？はい、ガズさんがどんな質問にも答えるよということで、皆さんにですね、これもちろんこの動画概要欄に貼っとくんで見てもらいたいんですけれども、質問募集しますということで、そこにコメントをしてくださった方に答えていくということで、もう再生リストを作って、もうね、5つの動画、皆さんからものすごい質問をいただいたんで、答えているというシリーズなんですけど、まあ2024年になりましたんで、ちょっと新しいスレッドというか2024年版の、まあ元になる、ここに質問書いてくださいねという動画にしたいと思います。ということで、何か、質問がある方、もう、ここの動画のコメント欄に質問を書いてください。ただしですね、やっぱりもう去年のね、2023年の10月から始まったこの動画の、企画もですね、もう5つの動画で答えてるんで、かなりですね、いい質問をいただいています。で、皆さんが、知りたいことってもうここでね、この再生リストの中に答えがあるパターンが結構あるとは思うんですね。なんでちょっとそれ全部見るの大変かもしれないんですけど、まあまあそういうのもちょっとご参考にしていただきつつ、この最近始まったことで言うと、ガズメロというね、ウクレレでこうメロディを弾こうよっていうのもスタートしていて、そのことについての質問も大歓迎ですし、まあまあちょっと気になるなとか、これ不思議だな、どうなってんだろうということ、まあ、質問してくださるとガズが答えます。ということで、やっていきたいと思います。まあいつもこの話はしてるんですけど、このガズレレ YouTube チャンネルってありがたいことにですね、毎月ですね1000人から1500名の方に新しくチャンネル登録をしていただいているんですよ。新しくチャンネル登録してくださった方ありがとうございます。それに引き続き今までずっとこうフォローしてくれて、どんどんガズレレのね動画にチャレンジして、トライしてみて、いろんな曲自分の引き出しを広げてくる方もね、ご活用していただいてありがとうございますということなんですけど、やっぱりどのフェーズにしてもね、質問とかね、あれこれどうなってんだろうって謎は出てくると思うんでですね、ぜひこのスレッドを活用していただいて、いくといいかなというふうに、そんなふうに思います。音楽はやっぱりやるのに、なんかね、あ、ここまでは楽しかったけど、なんか急にこうなんか大きなこう壁が出てきて、それ以上進めないみたいなところだってもったいないもんね。せっかく始めてね、結果こんな楽しいことに気づいてくれたのに、なんかそれでね、皆さんにこう後押しできるようなこうアドバイスができればいいなというふうに思うんでですね、また2024年も、皆さんから広くですね、質問を、募集していきます。で、リクエストについてはなんですけど、基本的にね、ガズレレではですね、リクエストを受け付けてません。リクエストを受け付けてないんですけど、ものすごい皆さんからの、もうあっちからこっちからリクエストも日々ね、山のように届くんですよ。で、まあまあ、もしそういう、ことがあったらですね、ガズさんがどういう基準で取り上げてるかってことをちょっとここでお伝えさせてもらうと、やっぱより多くの人が弾いてみたいなと思う曲っていうのがまず一個なんで、リクエストするときは、今これこれこうでこうだからこの曲をやるとみんなやりたい人が多いですよみたいに言っていただくと、結構ガズさんは取り組む可能性が高いぞということをお伝えさせていただいてて、やっぱガズレレが、やっぱ広げたいことっていうのは、この音楽を自分で、奏でるの、音楽ってみんな聞くものだと思ってるじゃないですか。でも聞くだけだったらもったいない、やる方が楽しいよってことをやっぱりこのガズレレではすごく伝えたいんですね。そのきっかけ作りになるような、あ、この曲、自分でもできるのっていう気づきをですね、みんなに知ってもらうようなのがね、やっぱりガズさんすごいやりたいことっていうか、ガズレレが伝えたいこと、音楽聴くよりやる方が、わ、音楽聴くのは最高だけどやる方がもっと最高、これが合言葉にしてますからですね、そんなような観点で見て、もらうといいかなというふうに思います。例えば金曜ロードショーでこの曲やってないですよ、この金曜ロードショーでやったこの曲はみんなやりたいんじゃないかなとか、映画で今話題のこの曲とか、今度新しく始まったドラマの主題歌がこの曲だからみたいな、そんなの教えてくれると、ガズさんの家にテレビがないからですね、最新情報っていうのは結構疎い状況にあるんでですね、そういう教えてくれる件、リクエストはですね、まあ逆に言うと歓迎かなということでございまして、まあそんなのをね、ちょっとガズさんそんなこと言ってたなぁふうに覚えておいてもらうといいかもしれませんということでございます。はい。で、前回の動画に1個だけちょっと答えてない質問があったんで、ちょっとね、この場を借りて1個答えさせていただこうと思います。はい。1ヶ月前ぐらいに質問していただいていて、質問なんですけど、佐藤圭さんです。はい、こちらね。こんにちは。いつもはつらつとしたガズさんに励まされてます。そうです。励まされてますが、よかったです。今回の質問はズバリ、ロックの定義についてです。
熱い質問来ましたね。ロックの定義だって。皆さんどう思います？ロックって何だろうって話ですよね。はい、続けます。よく家族で結局ロックって何という話がよく出ますが、いつも結論は出ません。パンクとかヘビメタとかポップ、ニューミュージックとか、どのように区別するのでしょうかという質問なんですけどですね、これはですね、まあ例えばですけど、もっと分かりやすいこと言うと、じゃあ J-POP って何っていう質問された時に、J-POP って何だろうって思うじゃないですか。あと、じゃあもう質問いきますよ。じゃあ、中華料理って何って聞いた時に、それもラーメンって答える人、チャーハンなのか、チンジャオロースなのか、麻婆豆腐なのか、いろいろあるじゃないですか。だからその、なんかこう、大きい括りではあると思うんですけど、ロックっていうのはね、もうなんか僕の感覚だと、芸術とかアートみたいなもんで、じゃあ芸術とかアートって一体何だっていうふうに、もう突き詰めて考えていくとですね、やっぱりなんかこう、ある意味、驚きがあるものであり、既成概念を壊すものであり、なんか僕たちの常識をちょっとひっくり返してくれるような、ものであるっていうふうに思っていたいなっていうのはあるんですよね。でも今ロックって何っていうと、ただの型になっちゃってるっていうのは確かにあると思います。ギターがジャーンというふうな音で、こうドラムがもうドンタンとドタンってこう疾走感満載で音量があって、まあ悪い言い方するとうるさい。はい。いい言い方すると激しくてこう情熱が高まるみたいな、そんなようなイメージは漠然とあると思いますね。なんでこれはね、ロックっていうのは何かというと、二つのやっぱり要素があるかなと思ってて、一個は物理的なそういう手段としての価値観でいうと、音が大きいとかギターの音がとか、そんなことになると思いますけれども、でもやっぱりもっと深いところでいくと、やっぱ既成概念を壊すとか、自由を感じさせてくれるとか、なんかこう希望を与えてくれるとか、まあ、勢いとかエネルギーとか情熱とか、まあ、そういうものに置き換えられるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか例えば、まあ、バンドやってる、僕もね、まあ、いわゆるロックバンドっていうか、もうもっとかなり激しい音楽でしたけど、まあ、一応そのロックというところに定義されると思うけど、やっぱよくその中で会話されるのは、めちゃくちゃロックだよねとかいう話ってやっぱあるんですよね。で、何がロックかっていうと、やっぱり普通じゃないっていうか、なんかこう一線を越えた何かとんでもないものみたいな、そういう言い方でよく使ったりとかしますけれども、ただテレビで言うロックっていうのと、そのテレビとかには出てこないそのライブハウスとか、そのそういうロックっていうのまたちょっとね違うような気もするしですね、なかなかこれは一言ではなんていうのかな、説明できないかなというふうに思うんですけれど、まあシンプルに考えたら、なんかわかんないけど熱くさせると思ったらロックなんじゃないかなというの曲ですね。なんでガズさんもガズレレ YouTube でいっぱいのいろんな曲を取り上げてるけれども、J-POP だなっていうふうに言われてる中にも、すごいロックな熱さを感じる曲もあれば、逆にロックバンドですよというバンドでも全然ロックじゃねえじゃんこれみたいな感じのものもあるんですけど、それ人によってやっぱ違うと思うんですよね。そういうこともいろいろ音楽っていうのはこう、なんていうのかな、定義付け しやすいからね、ものだから、まあ、いろいろ考えちゃうかもしれないんですけど、結局ね、ロックバンドと言われてる人も、そんなところには縛られてないと思うんですよね。ただ自分から溢れ出してきてるものが、そういうふうに映るのか、どういうふうに映るのかっていうのは、その受け取った側の、感性になると思いますから、逆に言うとロック以外のものも全部そうだと思いますね。J-POP とか、アニソンだとか、演歌とか、昭和歌謡曲とか、まあいろいろいるじゃないですか。まあ例えば昭和歌謡曲で言ったら、なんだっけ、新しい学校のリーダーズとか、昭和歌謡曲っぽいけど、ああいう若い今の現代的な女の子が歌うとそういう風に感じられないから、そこのギャップが面白い。こういう、そういうギャップがすごいなと思うことが、またロックっていう風にも言えるんじゃないかなと。なんかそんな面白いですね。まあでも、まあそういうことです。でも、定義をつけるとか、これはこうだとか、こう思考とか分類とかしても全く意味なくて、その曲がいいかどうか、その曲が、こう魂を焚きつけて、まあガズレレをやってる人だったら、あ、この曲は弾いてみたいって思わせてくれたら、もうロックなんじゃないかなと。そんな風に思いますね。めちゃくちゃいい質問ですね。もう本当に佐藤圭さん、いい質問ありがとうございました。まあこんな感じでガズが答えていきますよということですね。なんで2024年になったんで、この動画が基本になります。この動画の、コメント欄に皆さん、
質問書いていってくださいね。で、後に動画で答える。まあ、簡単なことであれば、すぐわかることであれば、そこのチャットに僕が返信するというふうな流れにしていこうかなというふうに思うんですけど、まあまあ、せっかくシリーズになってるんで、まあ動画で答えていこうかなというふうに思いますんでですね、お気軽にいろんなこと、質問してくださればいいと思うんですけど、お時間あったら、さっきも言ったけど、この再生リスト、概要欄に貼ってるんで、そこを見てもらうと、まあ、かなりね、大発見ありますよ。ちなみに、前回の動画でもね、70件ですよ。質問が来てますんで。すごいです。60件か70件ぐらい来てると思います。まあまあ、僕、ガズラジっていうのやってるんですけどね、そこでもいつも言ってるんですけど、質問とか、その疑問っていうのはすごくやっぱお宝なんですよ。宝物。どういう意味で宝物かっていうと、そのことをね、ちょっとね、最近は僕ツイッターやってるんですよ。ツイッター X。そこに書いたんで、それを見てみよう。困ったら今ね、なんか困ったり知りたいことがあったら、Google とか YouTube ですぐ知れていい時代になりましたよね。なんだけど、それでもわからないことがあるとか、困ってるとか、手のなんかウクレレで言ったら、その分かってはいるんだけど、そういう風に言われてもやってもできないみたいなことって、やっぱ結局聞くしかないんですよね。で、質問するじゃないですか。で、その質問する相手は、今の、パターンで言うと、このガズレレのガズさんっていいと思うんですけど、これね、すごいいいことがあってて、みんながガズさんに質問してくれるでしょ。そうすると、ガズさんは、みんながこういうことが分かんないんだってことを知れるわけですよ。そうすると何が起こるかっていうと、そういうことを、分かりやすく伝える動画を撮ろうっていうふうに思って、それを撮ると、それを YouTube に公開して、分かんない人がそこに、その動画に出会ってくれたときに、あ、こういうことだったのかって分かってくれるから、動画のね、要は提供するための題材を皆さんからその質問でね、ガズはこう知れるっていうことがまず一個。そしてガズも、それを、分かりやすく伝えるっていうことで、自分もですね、教えるのが上手になるんですよ、すごく。そして、質問してくださった皆さんはですね、そのガズがそれを答えることによって、その質問がクリアされたら、その人も、あ、よかったっていうふうにこう成長するじゃないですか。だから、質問した方はもちろんのこと、この私ガズもですね、みんなと一緒にこう一個成長できるということで、こう質問に答えたりするっていうのはすごいですね、素晴らしい価値があるんですよ。わからないことを質問された人は皆がわからないことが知れた発見があり、なおかつ説明することで成長できて、人に教えると自分も伸びるっていうのがありますからね。質問した方も成長。謎解きこそ全てに成長をもたらすのだという、そんな感じでございます。いい話でしょ、これ。はい。はい、そういうことで、質問動画2024年、第一発目のこれ基本になるものなんですけど、今ね、はい、Gラボガズレレのウクレレたち大好評で販売予約受付期間中ですからね、ぜひ皆さん概要欄に詳細貼っとくんで、最強最高のウクレレたち、チェックよろしくお願いいたします。2月17、18はポップアップショップがオープンになってるなりますね。長野県松本です。2月17日は本当はガズレレのですね、無料のねイベントが開催されるんですけども、こっちは満席になっちゃいまして、いや本当にありがとうございます。ということで、ちょっとイベント参加はもうね、満席ということで受付終了なんですけど、ポップアップショップは、どなたでもこの 2days 行われて、ちょっと場所が変わるんでね、詳細こっちも概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。そういうことで、お気軽にどんな質問もしてください。はい、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。